パーシモンハゲの中古クラブシダ検証。ゴルフ道場ハゲ、パーシモンハゲです。パーシモンハゲの中古クラブシダ検証、今回はこちらのクラブを検証していきたいと思います。 S ヤード TX S2 ですね。 TX210 度、高反発の4ジドチタンとか書いてありますね。シャフトが R1 フレックス、あと詳細は分かんないね、書いてないね。長さはね45インチでしたね。はい、これを検証していきたいと思います。45インチって書いてあった。10度、 R1 S ヤード、 S ヤードでもわりかし新しい方かな、これは。洋なし型ですかね。ちょっと重長な、なんかあんまりデカヘッドに感じない顔ですね。洋なし型だからそう感じるのか。今ちょっと右端の打席だから、これだいぶ斜めになるんですよね。斜め嫌いだからまっすぐ打っちゃう。打席にちょっと逆らって、あの真ん中の200より1個2本右の柱。さあ、ちょっとさっきウォーミングアップ編でこれも打ったんですけど、ちょいドローイメージで、天ぷら気味だけど、まあ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 ですね、天ぷら気味だけど、こんな感じでヘッドスピードの割には出てない。ちょっと天ぷら気味だからスピン入っちゃったから距離が出てない、初速が出てないって感じですね。はい、全然 R1 な感じがしない。普通の今時の S っぽい感じですね。あの最新のゼクシオにだったら S より硬いんじゃない、これ。あと最近私がめちゃくちゃ軽いのばっかり使ってるから、やたら頭の重さをすごい感じますね。多分バランス的にはね D0 とか D1 ぐらいだと思うんですけど、特サイダー使ってるからすごいヘッドを感じる。良かったですね。これ良かったですね。これ良かったですね。はい、こんな感じです。ボールはレンジボールですね、もちろん。ミート率 1.42、まずまずじゃないですか。これさ、本当に S ヤードとかエナってやっぱりおじいちゃんクラブっていうイメージがすごいあるんですけど、全然そんなことないですね。全然。この頃の S ヤードってどうなんだろう。 S ヤードってね、なんか遠藤製作所だったヘッドがあるらしいんですけど、これももしかしたらそうかな。あのだいぶね、面がよろしいので、もしかして遠藤製作所ですか、これ。わかんないけど、まあどこでもいいんだけど、私は。R1 か、全然なんか、ちょっと吹いたね。ちょっと吹けましたね。ヘッドスピードは確かになんかね、やっぱね、重さとかちょっと私の中では硬さを感じるからね、勝手に頑張って振っちゃってんだよね。でもこれね、 R1 使う人がこれ使ったら飛ばないんじゃないの。 R1 使うってことはヘッドスピードが多分38ぐらいだと思うので、37、8、そういう人がこれしんどいよな、これ。ちょっと体がもう回んないおっちゃんのイメージで、無理くり止めちゃったな。あ、ダメだ、ヘッドスピード41出ちゃった。
ットスピード437のイメージで R1 だから。ダメだ、まだ 40.7 だな。もうちょっとギッタンバッコンイメージでいくか。これで37、これでヘッドスピード、今のでヘッドスピードが37。この感じで、この感じで、これでヘッドスピードが 35.7 ですね。よくありがちな感じのスイングをわざと今やってました。何をやってたかっていうと、こうバックスイング体回すんじゃなくて肘引いて頭を動かさないようにして、要は体全然回ってないギッタンバッコンってやつね。それをねわざとやってみました。そろそろ球上がってるもんな。でそれで球上げようとするからこういう風になってくんだよね。傾き出す、今のでヘッドスピードがね 34.4 だ。そうするとね、本当は R1 って言ったらこういう、まあ、これ極端かもしれないけど、このぐらいのヘッドスピードの人たちがねいいですよとされるんだけれども、全然そういうクラブじゃない。だからね、ほんとね、このフレックス表記だけだと判断できないんですよ。打ってみないと。でこれを今度はこの感じで、多分ヘッドスピード43ぐらいになるかな、これだと。うら、これ5万発かな。43どころじゃないわ、46も出ちゃった。全然そんな振ってないんですけどね。はい、というわけでね、この辺の何年ぐらいのモデルだろうな、これ調べて分かればテロップ入れときますけど、こういうね、早い話一昔前のシニア向けクラブ、全然私でもちょうどいい、この辺非常に狙い目のクラブです。まあ、なかなかないかな、球数がな。ということで今回は S ヤード TX210°45 インチ R1 フレックスを次第検証しました。最後までご視聴くださった方ありがとうございました。パーシモンハゲでした。ごきげんよう。